俺の名前は高田雅也。都市部で働く普通の会社員だ。大学を卒業してから真面目に働いてきた。妻のマリコとは学生の時に出会い、就職と同時に結婚した。マリコは明るく小柄でとても人気のある子だった。友達もすごく多くて羨ましかった思い出がある。だが俺たちは共通の趣味で意気投合し結婚に至った。俺みたいなのとはと今でも感じる時はあるものの、マリコはあなたじゃないとダメと言ってくれたのが嬉しかった。いずれ生まれる子供のために専業主婦になりたいと言っていたので、マリコには家を守ってもらっている。嬉しいことに娘にも恵まれた。2歳になるカナは可愛い盛りだ。昨日できなかったことができるようになったり、子供っていうのは本当に可愛いな。こんなに素敵な人が奥さんで、しかも可愛い娘にも恵まれ、俺は幸せだな、なんて思っていた矢先、マリコの浮気が発覚した。きっかけは俺が昼休みに家に寄った時だ。外回りで家の近くまで来たので、昼飯でも一緒に食べようと思って弁当を買って行った。ただいま。え、うわ、なんとそこにはリビングで抱き合うマリコと浮気相手。俺は浮気現場に遭遇してしまったのだ。どういうことなんだ。てっきり謝ってくると思ったが、なんとマリコは涙ながらにこう言い始めた。だって寂しくて、それに運命の相手なの。運命の相手って。じゃあ僕は。運命の相手の方はじりじりと逃げようとしたので、すかさずブロックした。待て、連絡先を置いていけ。やめて、その人は悪くないの。ふざけんな、お前たち分かってるんだろうな。逃げようとする浮気相手を引き止め、無理やり名刺を奪う。マリコは泣いているだけで、まるで悲劇のヒロインになっていた。何が寂しかっただ。専業主婦になりたいっていうのは、まさか不倫の時間を確保するためだったのか。お前は一旦実家に帰ってくれ。これからのことは弁護士を通して話そう。お前にもそいつにも慰謝料請求をする。娘は渡さん。うわ、泣いて暴れるマリコを追い出し、俺はその場にへたり込んでしまった。まさか自分の奥さんが浮気していたなんて思いもしなかった。衝撃は大きかったが、いつまでもへこんでいるわけにはいかない。それ相応の罰を受けてもらわなければ。あれだけ好きだったのに、一瞬で愛情は消えてしまった。かなちゃん、いるよ。マリコさん、大丈夫そう？しんどそうだったから、プリンかなんか買って帰ってあげなさいね。軽病使って俺の親に託児してたのかよ。カナは近いからと俺の実家に預けられていたらしい。俺は申し訳ないと思いつつ、カナのことはしばらく預かってもらうことになった。それからすぐ知り合いを通じて弁護士を紹介してもらい、離婚する意思をマリコに伝えてもらった。やはりごねているらしいが、とんでもない話を弁護士さんから聞いてしまう。実はマリコさんがトラブルを起こしたみたいでして。え？私の友がやっている弁護士事務所で起きたことなんですが。マリコはその事務所に勤める事務員と知り合いだったそうだ。弁護士は呆れながら話してくれた。その事務員に話をするため、マリコは働いている弁護士事務所を訪れた。マリコ、何？今仕事中なんだけど、何か用なの？ねえ真帆、お願いがあるの。どういう要件？浮気して離婚することになったからさ、あんたに弁護お願いしたいの。私事務員よ、弁護士さんみたいな仕事はできないの。冷やかしなら帰って。その弁護士に頼むとお金かかるから、あんたに頼んでるの。きっぱりと断られても、マリコはその友達にこんな要求をした。離婚するにあたって慰謝料として貯金の半分とマンション、あとね、子供は邪魔だから親権はいらない。でも養育費は欲しいのよ。月10万かな。それと別に生活が落ち着くまで月20万は欲しい。こういうのをささっと書いて。友達は絶句してしまったという。それもそうだろう。親権はいらないのに養育費10万と生活費20万欲しい？何言ってんのこの人。私は弁護士でも何でもない事務員だって言ってるでしょ。弁護士でもそんなの無理。でも似たような仕事してるんでしょ。仕事の合間にパパッとやってよ。帰って。できないものはできないの。いいからやれって言ってんでしょ。必死に断る友達にしつこくお願いし、騒ぎを聞きつけたその事務所の弁護士さんが来てくれたという。あ、この人弁護士？じゃあ友達割引みたいなので、この弁護士さんに頼んでよ。それならいいでしょ。いいわけないでしょ。帰ってくれないなら通報するわよ。お引き取りください。何よケチ。弁護士と二人で行って、ようやくマリコは帰っていったらしい。あまりのひどさに呆れてしまった。慰謝料も何も払う方はマリコの方だし、弁護士じゃなくて事務員に頼むとか、もともと頭がおかしかったのか、不倫したせいでこうなったのか。よく噂で聞く、女性は絶対慰謝料をもらえると思い込んでいるやつが本当にいるとは。俺の弁護士さんも笑っていた。それから内容証明を送ると、さらにマリコは激しくなっていった。浮気相手も本当に慰謝料を請求されると分かり、逃げ出そうとしていた。
なんと既婚者だったらしい。逃げるくらいならダブル不倫なんてすんなっつうの。相手の家に内容証明を送る形で奥さんにも教えると、そちらも離婚することになりそうだと。マリコはそれを聞いて一緒になれると喜んでいるらしい。どういう頭してんだよとツッコミを入れるのも疲れてきた。そして弁護士を入れての話し合いの席でこんなことまで言い出した。愛する二人が新しい出発をするんだから、お金なんて請求しないで、むしろお祝い金として月20万ちょうだいよ。怒りよりももうそのとんでもなさに寒気がした。そしてカナのことを話もしない。カナのことは心配じゃないのか。だから新しい出発するんだから子供なんて邪魔でしょ。ここまで言うんだから多分カナは浮気相手の子供ではないのだろう。それだけほっとした。どうやら二人の関係は子供が生まれてから始まっていたらしい。浮気相手はずっと顔面蒼白だ。すいません、別れますので慰謝料は勘弁してください。何言ってるのよ、せっかく奥さんと別れるのに。ダメです、きちんと慰謝料はもらいます。どうやらこの二人、浮気相手の奥さんからも慰謝料請求をされているという。まあ当然だろう、この先はずっと支払いに追われることになるだろう。やっていけません、俺には子供がいて、そちらの養育費も払わなきゃいけなくて。じゃあ初めから浮気なんてしなければよかったんじゃないですか。浮気じゃない、運命の相手この人が。もう黙ってくれよ、お前とはただの遊びだったのに。え、なんで、なんでそんなこと言うのよ。情けなくも浮気相手は泣いていた。おーおー、運命の相手ってやつは白状者だな。本気だったマリコは拒絶され怒り出した。本当はお前と結婚したかったって言ってくれたじゃない。あんなの嘘に決まってるだろ。全部嘘だったってこと？詐欺じゃない、ふざけんな。見かねた弁護士さんが間に入ってくれたものの、もうまともな話し合いになるわけがない。マリコは泣きじゃくり、浮気相手は下を向いたまま。俺の弁護士さんは淡々と書類を出していった。離婚の意思は固いこと、慰謝料養育費の請求について。払えないよ、どうして。じゃあ親権はもらう、養育費も。あなた、ほとんどマサヤさんのご実家に預けていたそうですね。さすがに親権を取るのは難しいと思いますよ。そう、なんとマリコはカナが生まれてから毎日のようにうちの実家に預けていたという。カナさんのご両親は遠方にいるから頼れるのはうちだけだろうと思ってな。あなたにも言ってあると思って、体調も悪そうに見えたのに。演技だったのね。母親と父親が申し訳なさそうにして教えてくれた。それで空いた時間を全て浮気相手に使っていたのだ。浮気しようが親権は母親に渡りやすいというが、俺の実家に養育の記録があるとして有利に働いたらしい。金のためだけにカナは渡せない。お前はきっちり慰謝料と養育費を払ってくれ。ごめんなさい、今まで私がバカだったの。やり直そうよ。運命の相手から見放されるや否や、ああ言えばこう返してくれ。その必死さはもう見苦しいというほかなかった。そんな言葉はもう信じられるわけがない。運命の相手と幸せになったら。そう告げて俺は弁護士さんとその場を後にした。それからマリコはごねにごね、半年かかってようやく離婚した。慰謝料と養育費は専業主婦ともあり、これから働いてもらって払えるだろうという額を決めて、月1万でも2万でもいいから払うということにした。浮気相手に関しては一括で払うことを命じた。奥さんにも請求され、俺のも払うとすっからかんになったとか。それでもマリコはその浮気相手と一緒に暮らそうとしていたようだが、彼はもう関わりたくないと地元に帰ってしまったそう。ようやくそこで自分がやらかしたことについて気づき始めたようだが、すでに遅い。マリコは実家に連れ戻され、義両親には頭を下げられた。絶対慰謝料を払わせる、監督すると言ってくれたから信じよう。今マリコは義実家近くのスーパーで働かせているという。俺といえば娘と新しい家を借りた。もちろん俺一人では大変なところもあるので、両親には頭を下げて手伝ってもらっている。何よりも一番に考えなければいけないのは子供のことだからな。まだ2歳でわからないかもしれないけど、これからは娘のために頑張って生きていかなければ。大変だけど2人で幸せな日々を送っている。ご視聴ありがとうございました。また見てね。